国家公務員の特別職の給与を引き上げる法案をめぐり政府は総理大臣や閣僚らについては増額分を自主返納する方向で調整していることが分かりました政府関係者によりますと法案の早期成立を目指す中で法案の修正は難しいことから総理らについては増額分を自主返納することを検討しているということです法案をめぐっては 野党側が物価高で苦しむ国民の理解を得られないなどと批判を強めていました官邸関係者は物価高に賃上げが追いついていない中で批判が出ていることは真摯に受け止めなければならないと話しています以下はネットユーザーの反応をまとめたものです自主返納ということは増額することは確定するということですよね 来年から返納はやめますと言ったら増額したことだけが残ってもらい続けることができる返すくらいなら初めから増額しないでほしい次回以降もらい続けることができるような考えが見て取れます国民がこれだけ物価高で苦しんでいるのに閣僚は給与アップなんて法案閣議決定して国会に提出しましたよね総理 閣僚にまともな人がいるなら今はやめておこうとかそういう心理って働かないものなのですかね私のような低所得者から見れば岸田総理の考えがわからない国民から批判を浴びたら自主返納なんてこうなることは分かっていたはずこの内閣に期待も何も持てない 他の閣僚も閣議決定時に異議を唱えなかったということは岸田総理と同じ考え方なのでしょうか公務が成功報酬じゃ成り立たないのは皆理解していると思いますただ政策のほとんどが裏目に出ているのに政治家まで公務員扱いするのはどうか高級官僚の皆様も同様まずは脱税マニュアル裏金獲得マニュアルお廃止イコール当然すぎること 領収書不要のお小遣い撤廃、経済って正当な労働対価を基軸に生活することで回っていると認識が甘いのですかね狡猾に拘束に搾取された原資をお国が倍増して還元できるって秘策でもあるのでしょうか自主返納ではなくて法案の中止だろう自主返納なら今回だけ返納して次回からはもらいますになる まず余分な経費の見直し、文通費の領収書の添付等議員定数の半減などいくらでもやることがあるでしょう狭い日本で国民の人数も米国の3分の1なのになぜ700人もの同数の議員人数が必要なわけがないでしょう改革をしないと既得権益に小座をかくだけでは日本は発展しない国民が不幸になるだけです 本当に頭がおかしいいと思います。自分たちで増額の法案出しておいて増えた分を返納するなんて最初からその法案を出さなければ良いだけその次の年度から平然として増額分をもらうつもりなんだろうけどそれならその法案を次の年度で出せばいいのにそんなくだらないことに時間をかけるよりもっとやることがあるでしょう。 政治家を抜きにした国家公務員の給与を一部昇給するとといいいう考えであれば賛成しないこともないしななこもかし総理以下政治家を含む方たちの給料アップというのは国民は財政危機を感じ税金が上がるのも物価の高騰も我慢しているのに反感を買うことになるのではないかこの法案抜きにしても閣僚さんたちは一部自主返納しても良い方がたくさんいらっしゃる。 基本給の300万円を下げて、インセンティブを導入するべきとかの法案なら、国民のの理解はあると思うのです。結局、日本の賃上げが進まないのは、同じ仕事を淡々と非効率、非生産的にのんびりとやってる労働者が多すぎて、1人当たりの利益率が上がらないから賃上げもできない、という側面はあるよね。あとは、 日本の場合は内部統制が異常にきつくて、監査とか日々の報告書とか、事務作業的な仕事に専念させられている社員が本業の社員よりも多い企業が多いことも影響しているのではと思う。確か、JSOX 法とかはアメリカの圧力で日本に導入されたいきさつがあった気がしたな。日本企業の競争力を奪う目的で。 昔はその辺の内部統制が厳しくなかったから、社員は本業の稼ぎだけに専念し、女性の事務社員がサポートする感じでうまく回っていたのが、今はそういうわけにもいかない感じの現場が多いのかと、その辺の内部統制の自爆から解放するのも必要では、と思うけどね、岸田の言葉に騙されてはいけない。 自主返納することを検討と言ってるだけで返納するとは言ってない本当に返納したとしてどう証明するの総理らの「ら」は誰のこと他の大臣は何もコメントしてないがそうやって国民が納得するようなこと言っておいてどうせほとぼり冷めれば知らん顔だろう 任意であるマイナーカードを義務である保険証との抱き合わせで事実上の義務として国民に強制することを企む岸田政権ですそれと同じ手足として働く公務員の賃上げに反対しませんが閣僚の賃上げには反対です抱き合わせですんなりと法案が通過すると考えてたんじゃないの賃上げにしても給与明細との言葉が出てきているぐらいですから 給与所得者会社員などのことしか念頭に置いていません例えばインボイス制度などで注目された個人事業主一人親方は日本社会を支える労働者であるにもかかわらず法人でもなく従業員でもありませんから政府の施策の対象外ですそのような人たちに対してどのような施策をしているのですか政府は経団連 私企業などと異なり、日本全体を見渡した施策が必要ではないでしょうか、そして、もれなく所得向上施策が行われているでしょうか。日本の法律、条例はすべて古い、小手先だけの岸田政権は根元を正そうとしない、まあ、この政権長くないだろう、選挙しなさい。 自主返納といっても旧文通費のように見えにくいところでいつの間にか増額というシナリオだろう自主返納も閣僚だけとかになる可能性も泣きにしもひずでどちらにしてもいずれ増額をすることになることが見えている一回限りの減税と給付の後に増税するのと同じで目先のごまかしはもう通用しないことが分かっていないようですね ただでさえ高額な議員報酬は公務員の給与制度と別にして先生は減額をすることが必要だろう。政党給付金やパーティ収入に加え非課税のおかしな手当もあるのにまだ国民からの税金をむしり取るつもりか、いい加減にしていただきたい。大臣、政務官は行政人になるから国家公務員枠でいいんだけど。 スズメの涙程度返納して例えば45万ずつを1億2,000万で割って国民にとってどれだけ効果があるのか出してみればいいと思うそれよりやることがあるでしょうよ国民一人一人に効果のあることが国民が持つ国債を海外に流さないための方策がデフォルト化したら財務省に沿う責任を負うよう考えるね 国家プライマリーバランスを優先しすぎて国民のプライマリーバランスを考慮しなかった罪として。